まく一生だ。これからが俺たちの始まりだ。ダイヤさん、始まりはいいんですけど、いつになったら減量始めてくれるんですか。永久防衛を俺たちが掲げてるのは、オッケーオッケー、分かってるんですけど、焦るんじゃないよ。いやいや焦りますよ。今回ちょっと3週間しか準備なくて、急にこう痩せるって結構大変なんですよ。明日から頑張ります。明日。まあでも永久防衛するっていう目的は一緒であれば、まずはやっぱり防衛戦の相手を指名しないといけないですね。次は誰だ。そうですね、やっぱり防衛回数はちょっと重ねていきたいと思うんです。もちろん。だここはもう一発。おい大瀬良と川村、2度目の防衛戦だ。マジでマジでやだやだ。アルケアルケ、すいません、私プロレスリングウェーブの大畑美咲と申します。同じくプロレスリングウェーブの水田美涼と申します。ありがとうございます。私たち今アビットリバルというタッグを組んでやってるんですけども、そのタッグが女子プロ界一だと言われてますね。でも私たちは女子プロ界っていう枠に収まりたくないんです。もっともっとアビットリバルを広めていきたいし、ウェーブを広めていきたいと思ってます。なので今日お二人の持つベルトに挑戦表明に来ました。聞くところによると、そのベルト女子同士のタッグチームはまだ挑戦したことないって聞きました。なので我々アビットリバルにぜひそのベルトに挑戦させてもらいたいです。そして挑戦って言葉を出したからにはそのベルトを取りに、マジで取りに行くんで、男と女の真っ向勝負ぜひ受けていただきたいです。よろしくお願いします。いや心意気はねすごい買うんだけど、やっぱり俺たちも防衛を重ねたいから、やっぱり今回は河村と大瀬良でちょっと歩いてた。ねえねえガイナさん、ガイナそれでいいですよね。感動した。いや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 、あの意気込み、ここは我々が受け止めればならん。俺たちは近いな。よし、いいじゃねえか。ここまで行ってんだから、俺たちが挑戦受けてやろうじゃねえか。ああ、お客さんどうですか。じゃあ、いつやりましょうか。次、6月後楽園ありますけど、やっぱりここ新木場でこうやって挑戦しに来てくれたんで、次回4月の新木場でやりましょう。どうですか。よろしくお願いします。皆さんと、一つになれる、締めをですね、前回の新木場で
練習したと思います。え、皆さん覚えてますか？覚えてない。覚えてないのでご起立ください。1、2、3で両拳を突き上げて友達と、大合唱お願いします。今日会った人もこれから会う人もみんな友達、世界平和をこの友達タッグで成し遂げたいと思います。行くぞ、死にます。